きれチャンネルということで、見てください、じゃじゃん、こんなに髪の毛を切っちゃいました。どう、似合う？何センチ、ちゃんと10センチぐらい切ったんですかね。もう本当にこんなに切るのは宝塚の剣なんとかそれぶりなので、超久しぶり。きっかけはもう長いのに飽きたのと、ドライヤーがめんどくなってまあでもきっかけはまあ妊娠したっていうのが大きいんですけど、 なるべく夜の時間を少なくして寝たいっていうことでそういうのを含めたらなんか短くしたいなって思っちゃいました。で、私は宿毛矯正もね、これ今回かけてもらったんですよ。まあ、量が多くて癖っ気で、髪の毛を長くしないとこう短くした時に上にポワってボリューミーななんか髪の毛になっちゃうのがすごく嫌で、だから多分普通に髪の毛切っただけだと本当キノコ、爆発キノコみたいな感じになっちゃう、怖かったんで、一応宿毛矯正もセットで予約したんですけど、今回美容師さんを新宿の方に変えて、もうその方がめちゃくちゃ上手で、もともとショートとボブが得意ってプロフィールにも書いてあるぐらいの人なんですけど、もうその方が超なんか、もうなんだろう、すごい丁寧っていうか、私この石内まりあちゃんのこの画像を出してこういう風になりたいんですけどって言ったら、もうこの写真見ただけで、あ、この方はなんか量がこうだこうだったから、鶴間さんは毛の量が多いからこういう風にした方がいいと思います、とか、宿毛矯正も正直迷ってたんですけど、その毛の量が多いことを相談してかけていきましょうとか言ってくれたり、なんか本当に親身になって、なんだよ当たり前なのかもしれないけど、なんか自分のことのように丁寧に、本当に長時間丁寧に、この髪の毛も超細かくついてくれたり、ちょっと微調節してくれたり、もうマジでなんかすごい幸せな気持ちになった。ちゃっちゃっちゃん。本人にもなんかちゃんと感動したのが伝わってるのかわからないんですけど、何回か俺言いました。ってぐらいお気に入りになりました。でもこれ見せた画像がちょっとこう巻き巻きだったので、同じように巻いてくださって、で今巻いてる状態なんですけど、これをと同じようにセットできるかちょっとわからないんですけど、まあ、セットしなくても、まあ、綺麗な髪の毛につけてしてもらったんですけど、まあ、自分でこの巻き巻きができるかちょっと不安なんですけど、頑張りたいと思います。なんか髪の毛が短くなってるから顔に近くなるじゃないですか、アイロンが。もう絶対顔をやけどさせそうな気がするでしかないんですけど、このなんか巻き巻きがお気に入りなので、同じ風にこれからできたらいいなと思ってます。はい、そして、まあ、何をねこの動画で撮りたいかというと、ちょっとこんなに切ることは旦那氏想像してなかったと思うので、まあ、切るとはね言ってたんですけど、美容室行くとも知ってるし、今日の朝お金なくて旦那氏のお金現金下ろしてもらったりとかもしたんで美容室行くって言って切ることは知ってるんですけど、ちょっとどんな反応があるかなって楽しみなので、その反応を今日は見ていきたいっていう動画になります。ちょっと前置きが長くなりましたが、最近は髪の毛を染めてもなんかあんま気づかれないんですよ。この間も自分で髪の毛を染めたんですよ。この間初めてマニパニっていう、もう超カラー剤みたいな、マニキュアかな、もう赤にしたいんですよ基本的に。でもなかなか美容室で赤に染めると、私ブリーチしてないから全然染まらないんですね。だからもう自分でマニパニ直で塗ってみようってなって、この間チャレンジしたんだけど、結構私的には好きな色になったんですけど、旦那氏はあんまり反応なくて、むしろなんか染めたことに、まあ染めたって言ったんですけど、染めたら妊婦なのに染めちゃダメだよみたいな言われて、妊婦って染めちゃいけないのっていうのはまあ謎なんですけど、ダメとかもないと思うけどね。で、体調も復習と何日かなんですけど、もう全然良すぎてもう本当に胃もたれとか気持ち悪いっていうのは一切なさすぎて、ちょっとマジでなんかちゃんと赤ちゃんが元気にいるのかどうかが不安です。なんか
つわりないのは嬉しいんだけどね。まあでもまあ言うてすっごい寒がりだし、なんかこの間も体が超だるくて、旦那氏とお出かけする予定だったのにもうできないぐらいに体がだるくて寝ちゃったりしたから、それは赤ちゃんのせいなのかなって思ってちょっと安心してるとこもあるんですけど、まだまだ不安です。そしてね、今日のご飯は朝ヨーグルト食べて、でそのまま美容室行ったんで3時間ぐらいご飯食べれなくて、すぐ近くに一蘭があって、もういいや一蘭食べようと思って一人で一蘭に行ってしまって、でいつも10から食べるんですけど、今日は8からに抑えて、抑えた方がいいかなと思って8からに抑えました。でもほんと美味しいね。初めて半玉おかわりしてしまった。もうねすごい迷ったの。半玉食べようかな、でもカロリーがな、でも全然食べれるな、お腹空いてるな、朝ヨーグルトだけだったしなとかって思って半玉頼んじゃいました。全然食べれた、もう全然食べれるね。全然食べれるし、なんか麺細いから一応カロリーとか調べて、半玉して600、700ぐらいかな、普通でなんか500カロリーぐらいなんでプラスで600、700ぐらい、まあまあいいか。で帰ってきてからもうめちゃくちゃお菓子が食べたかったの。めちゃくちゃお菓子食べたくて、最近でも本当に常に何か食べたくて、お菓子とか甘いものが、でももう目で食べてるんですよ。コンビニとか行って目で、あこれ食べてる、むしゃむしゃむしゃって想像して、これ食べたい、あ目で食べよう、むしゃむしゃむしゃ。今日はどうしてもコンビニのチョコラスクっていうのがあって、もうどうしても食べたい、ラーメン半玉おかわりしちゃったけどごめんなさい、どうしても私はこのチョコラスク食べたいって言って箱で買って、もう絶対これ全部食べちゃうと思いながら、もういいって思ってお菓子食べないって決めてたけど食べちゃった。どうしよう、食べたからには幸せを僕絶対感じたいから、もう食べてる、うわ食べちゃったっていう後悔はしたくなくて、もう食べたら絶対に幸せ、もう食べた体に入れたからにはもう常に幸せを100感じようと思って、もう幸せ、美味しすぎる、幸せ幸せと思って食べました。はい、ということで何の報告って感じなんですけど、ちょっとあの食べ物の話聞いてくださってありがとうございました。誰も聞いてくれる人がいないから、ちょっとあの YouTube で話させてください。はい、ということで、じゃあ旦那氏が来るまで待ちたいと思います。残念ながら旦那氏が全然帰ってきません。あれからね、 YouTube の編集したり TikTok の編集したりとか結構作業やったんですけど、なんかまだまだ帰ってこないそうなんで、今11時47分なんですけど、ちょっとこの美容師さんにアレンジした姿を見てもらいたかったけど帰ってこないそうなので、お風呂に入ります。あいつダメだ。え、めっちゃちょっとだ。ちびまる子ちゃんめっちゃ。ちびまる子ちゃんめっちゃ。めっちゃすごいね。めっちゃパツン。でもあのアレンジ巻いたりとかしたら、いろいろな。昨日巻いてたからだけど、さなぎはマルコちゃん。すごいね。そしたらマルコちゃんめっちゃ切ったね。うん。はい、ということで皆さん、旦那氏の感想はちびまる子ちゃんみたいでした。ちょっと朝なのですっぴんですいません。さらげだとこんな感じになります。ということでこんな感じの反応でした。ということでこの動画を終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。またねー。